ペースに出していく。そして森川、森川が中に入っていく。まだ持つ森川、一度外に預けて林、中4人がいます。林が自分で打っていった。ファーサイド重松飛び込んでいきました。ツートップのような形を取るようになりました長野の前線です。出しどころを伺いますが、一方でさぬきうまくパスをつないで林のシュート、キーパー正面。今日はこの林にも再三シュートチャンスが訪れています。まあ、今日はチームのアクシデントです。さあそこシュート打ってきます。田中雄大抑えた。まだ木島だ。さぬきが変わった。木島が行く、周りを見る、左から走っていく、ボールを残して佐々木シュートを打つ。変わった木島が飛び出しましてチャンスを作りました。最後は林智也のシュートで。さあ今度は池谷、林、永田、外に池谷、逆サイドガナハ、シュート。2試合連続、前半の34分、ガナハ J3 ゴール記録を更新、38歳8ヶ月の20日。このシーンです。キーパーも飛び出していました。ボールをカットして林からのボールをダイレクト。林もガナハの動きをよく見ていました。左足、そしてこの滞空時間の長いボールをダイレクトボレー。見事な先制ゴール決まりました。鎌田まわれさぬき、さすがにこれは佐川が抑えることができませんでした。さぬき現在2対0、このまま無失点で切り抜けたい、終わりたいところ。さあベスヨンのシュートを放っていく、決まった。67分ベスヨンのゴール、今シーズン初ゴールとなりました。6人今入っています。さあこれを直接中に放り込んでくるのか、そしてちょっと変化をつけてくるのか。中に入れてきました。ニアでどうだ、決まったか、ゴール決めたのは重松。1点返して1対1の同点。中にここです、一番前に行って見事に合わせていきました。この林とのコンビネーションドンピシャ、もうほとんどディフェンスが動けませんでした。ボールを奪いきれません岩手。木島のクロス、低いボール、ここは最後シュートまで持っていきましたが決め、後半の最初大事なセットプレー、ファーサイド、ここは跳ね返ったところ、嫁坂。